じゃあ行という字に行きますね。まず縦を、まあ2本の縦は結構長めですね。少し右の線を上から、そしたら内側にちょっと入れる点ね。必ず下を開けてください。2つの点が来る場合は必ずもう1つは上から、上の位置から次の角に向かって抜きます。ここに向かって抜いてきます。この1画目の約3倍ぐらいの長さで伏せる位置を書きますね。そしたらこれも内側に入る感じで、ここの間隔を一緒にして点を書いていきますね。これはここつながってもいいです。で、反る、まっすぐ伏せる、まあ、これが一番長い。反って少し短め、少し長めで、ここの間隔を同じにして中心をしっかり守って縦を書いたら、45度で払いますが、必ず下いっぱいまで来ないようにして、45度で払ったら同じ開き具合、同じ位置で横に払ってください。